皆さんこんにちは。サムライフランクをご覧になっていただきありがとうございます。ネバネバチャンネルのデシです。よいしょ。はい、前回は、日本の魅力についての動画を公開したんですけれども、実は話したいことが多すぎてもう話しきれなかったんですよ。で、カットいろいろとカットしなければなりませんでしたので、今回はそのカットしてしまった留学の時のお話したいと思います。その話と、その留学の時のサムライフラッグとの出会いと、個人的なチャンネルのネバネバというチャンネルの誕生についてもお話できたらなって思います。ではぜひ聞いていただけたら幸いです。ありがとう。実は日本語を勉強し始めた時は一回も日本に行く機会がなかったので、勉強し始めた時は日本語と日本の文化を知り始めたら、もう本当に、ずっとだんだんとその日本と日本の文化に対しての興味が高まってきて、で1年生の春にもう初めて日本に行く機会があって、で私の想像以上に本当に素晴らしかった。初めて新しいところに行くときにあんまり期待しないんじゃないかといつも思ってましたので、でも日本の場合はやはりいろいろ勉強してたことからすると、もう本当にすごい興味深い文化があるということは知ってましたが、日本に行ったらもう本当に想像以上、もう私の期待を超えて私の想像以上素晴らしい経験になりましたので、もう本当にそこからはもう毎年日本に行きたくなりました。で、私のそのケンブリッジ大学の専攻の、専攻は4年間の専攻なんですけれども、3年生になった時に、だから1年生と2年生の時はケンブリッジにいる感じなんですけれども、3年生になった時はみんな必ず日本語を学んでいる学生の皆さんが日本で留学しないといけないという決まりがあります。はい、で私はですね、日本の文部科学省のおかげで、日本の文部科学省を通して東京にある上智大学で1年間研究と勉強することになりました。で、実はですね、その時に、どこに住めばいいのかなって思った時は、もちろん大学の寮も可能だったんですけれども、せっかく日本にいたので、大学の留学生の寮って一般的にやはり外国人の留学生が多い状態で、私からすると、個人的な意見ですが、それはいい、いいところもあるかもしれませんが、と同時に私からするとなんかそのせっかく日本にいたので、もっと深く日本の文化と日本の暮らし、日本の生活に触れるために、留学生の寮じゃなくてシェアハウスがいいのではないかと思いました。はい、そこでいろいろ調べ始めたんですけれども、ネット上で、で外国人の方も日本人も一緒に生活できるシェアハウス、サムライフラッグのシェアハウスにたどり着きました。で、そしたらそういうシェアハウスで生活したら新しい気づきがたくさんあるんじゃないかと思ったし、あとさらに大学と別のところですので、学生だけじゃない人々にも会えることができるんじゃないかということも考察した上で、そこに住むことにしました。そうすると、朝と夜はシェアハウスの生活したり、昼間は大学に行ったり、午後はアルバイトに行ったり、友達祝いに、行ったりする生活を送りました、日本で。そしてそのシェアハウスは私の本当にもう大好きな高円寺という杉並区にあるところにあったから、それは私にとっての大きなプラスになりました。で、実は高円寺はものすごく魅力的なところだと感じたのは、なんか新宿とか中心部から全然離れていないのに全然違う雰囲気があって、なんか昔ながらの雰囲気が残っているが感じられる道がたくさんあるからです。居酒屋もね
ぽりっていうかいっぱいあるんですけれども、さらに落語、のパフォーマンスが行われるところだったり、ライブハウス、まあ、いろいろね、本当にもう理想なところだったんですね、私にとっては。で中心部にも近いし、いや本当にそこでそういう高円寺の魅力を感じたことができましたので、それはプラスになりました。シェアハウスはちょうど私のすごい好きな高円寺にあったっていうことは、はい。そして正直に言うんだったら、私は、東京の中央線の大ファンです。なんでも本当に中央線にある降り場っていうかところは本当に全部素敵だと思います。まあ、他のね素敵なところは東京にはいっぱいあると思うんですけど、でも一応ねその中央線大好きで、そして、留学中も本当に日本にいられる機会をできるだけ生かしたかったため、本当に、忙しかったですね。ずっといろんなことをやりましたが、自分のスケジュールはびっしりでしたね。まあ、あの大学に通ったり、シェアハウス、サムライファッグシェアハウスで生活したりね、アルバイトは、いろんな様々なアルバイトしてみたり、旅行したり、本当に全部新しいなんか経験だったから、忙しくて楽しい時期だったと思うんですけど、とそこでですね、大学の一つの社会学と、まあ、日本語の一つの授業のために、日本の社会っていうか、インタビュー系のドキュメンタリーを作ることになりました。でそこで一緒に、まあ、同じ同級生とすごい友達に 仲良くしてもらった花子さんという友達ができて、そこで2人で、まあ、その クラスのプロジェクトを行って、仲良くなって、そこでいろんなさまざまな、なんか日本文化をより深く理解できるためのプロジェクトを行ったり、もう本当にできるだけたくさんのさまざまな日本人と関わることを優先しました。そしてその授業で行ったプロジェクトのおかげで、たくさんの本当にさまざまな日本人に出る機会になりましたので、そのプロジェクトを一応まあ残る場所に載せたかったため、花子と一緒にネバネバチャンネルを始めました。そこからはですね、もう本当にできるだけたくさんの日本人とコミュニケーションを取りたいという気持ち、日本の文化をより深く知りたいという気持ちで、一つの日本の魅力と日本の地方の魅力を伝える動画を作ることに、しました。でそしたら、どうやってできるだけなんか様々自分が選ばない人々と話す機会を作れるかと思ったら、ヒッチハイクの旅をしようと思いました。日本を、まあ、一周まではしなかったかもしれませんが、日本で何回もヒッチハイクしながら、本当に、たくさんの人々方々と日本人とコミュニケーションを取ること、ができました。実はそのヒッチハイクの旅と日本の地方の魅力を伝えようと思った時まではですね、本当にもう初めて日本に行ってから、そして留学中でも何回も日本人の心の優しさ、日本人の優しさに触れることができました。で具体的な例はたくさんあります。もう本当にこれは皆さんもびっくりするかもしれませんが、私は初めてに行った時に日本語も一言しかわからない状態で日本に行って、しかし、できるだけ英語を使わないようにしました。逆に、まあ、イタリア人だっていう言い訳をちょっと使っちゃって、そこで頑張って日本語だけを使うようにしたんですけれども、そして他の具体的な例を言うんだったら、岡山の方で2週間のボランティアをしたことがあるんですけれども、その時に古民家に住んでて、前のボランティアは日本でヒッチハイクをしたことがあるっていうことを聞きました。そこでって思って、なんかヒッチハイクって海外で自分の住まれたイタリアで信じられないことですので、そこで私も一回やってみたら、そこから初めて広島に行きました。でヒッチハイクは簡単にできてたというところもあったし、ちょうど桜の
時期だったので、そこで桜のお話ばっかりしてたんですけど、車で本当に楽しかったので、たくさんなんかコミュニケーションが取れましたので、その日本の地方の魅力を伝えるプロジェクトを考えた時に、改めてまあできるだけたくさんの人々と関わりたいのであれば、もうヒッチハイクがベストなんじゃないかなって思いました。と同時に、あの横もいろんなところに移動できるし、でも本当に主に一番大事だったのが車での出会いだったし、でそこから勧められた場所と教えていただいた日本文化だったと思います。それで日本で何回もこんなにも優しくされましたので、多分体には直接にその優しさを返すことができないかもしれませんが、自分には何ができるかと思ったら、たくさんの人々に見られる日本文化の魅力を伝えるということなんじゃないかと思って、ネバネバチャンネルを通して日本の地方の魅力をはじめ、さまざまな日本文化の側面を伝えるチャンネルを作ることにしました。そしてまあそのチャンネルではですね、やはりまあ自分の文化、イタリアの文化で一緒にチャンネルを作ってる今アメリカにいる花子の文化と、さまざまな喋り、自分たちのある興味の喋りと、まあ、でも主にね全部日本語で発信していることで、日本人の視聴者のおかげでいつも新しい、新しい気づきがありますし、でお互いに新しい気づきの機会になるんじゃないかと思って、そのネバネバチャンネルを作りました。で改めあのネバネバはイメージ的に、改めてネバネバするもの、まあ、納豆のようなものが糸のイメージを作りますので、糸は私たちにとっては人々とのつながりを表すイメージですので、改めてあの日本文化と多文化の架け橋みたいな感じになれたらなって思って、ネバネバコンセプトを作りました。すみません、分かりづらいかもしれませんが、留学中はネバネバチャンネルの方で日本あの2つの動画しか載せることができなかったんですけど、時間であのいつもバタバタしてて忙しすぎて、ただあの今年のねあの大学の方でも落ち着いてきたら、花子さんと一緒にもうちょっとね、やり始めようって思って、最近もうあの今年の5月6月頃から、真剣にやり始めました。時間のある時に、ね、おしゃべりの動画と、和食に関する動画と、あの社会問題、環境問題、いろいろですね。で、ここにいたの、いていたの。そして、あの日本語のすごい好きな表現ですが、住人と色っていう私の好きな表現に従って思い出すとですね、日本も本当にそうだと思います。あの様々な人々と様々な考えが共生している中で、多様な人々と日本文化に触れることがこれからも触れたいなって思ってます。はい、なので皆さん、あの本当に早く日本に戻れるようにこれからも頑張っていきたいと思います。この動画良かったねって思っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー、バイバーイ。